おはようございます。パイセンショッピングの時間がやってまいりました。おはようございます。いらっしゃいませ。ということでですね、今回僕がご提供させていただくご商品なんですけれども、はい、その前に、最近おしゃれしてますか？おしゃれしないんですよね。僕は見ての通り白の無地ティーに金のネックレスをつけているだけ。特に腕周りの装飾品はよくつけていると僕は腕を動かすことが多いので、外れたりだとかぶつけたりすることが多いんですね。この動きするんですね。これ何の動きですか？喧嘩？感受性の豊かな人はそう感じてしまうかもしれないです。はあ、はあ、あんまり突っ込まないでおきましょう。そうですね。ただ、今言えることで言えば、ちょっとこの手首から上がちょっとダサいかなと。はあ、そう言われれば手首から上はダサいですね。少し寂しいかなと思いますんで。そうですね。はい、で今回ご用意させていただいたご商品なんですけれども、はい、こちらですね。おお、自家製のブレスレットでございます。自家製ブレスレット。天然石をふんだんに使ったパワースポットでございます。天然石を使ったパワースポットなんですね。はい、これまたアップで写しますね。これをつけることによって、金銭感覚がまずバグります。金運が上がりすぎて金銭感覚がバグるんですね。だからあの貧乏を経験している方、今現在貧乏の方がこれを使ってしまうと、あの金銭感覚がバグるというよりかはもう人生がおかしくなってしまいます。なんと性格は変わります。お金で人は変わるんですね。変わります。必ず変わります。そしてこれが一つじゃないんですね、今回。こちらピンクの色違いなんですね。はい、これまあまあ、恋愛運を上げるブレスレットになってるんですけれども、こちら僕がつけたらモテることは可能なんでしょうか？必ずモテます。ぜひとも欲しいです。一応ね、これ試作段階の時に、男性に、まあ、知り合いの男性に勧めてつけてもらったところ、2日3日でセフレが300人とりあえずできました。もはや破滅ですね。そうですね、トラブルが多いみたいで、女性トラブルがこれをつけてから。なんで女性に慣れてない方はつけない方がいいかなと思います。僕は女性に慣れてないのでこれをつけてしまうと精神が崩壊してしまう可能性があるので、今回は遠慮しておこうと思います。正解です。自覚のある方はつけないでおいてください。ホストの方とかはね、もしかしたらいいかもしれないですね。なるほどです。はい、でごめんなさい、今回は2個だけじゃないんですよ。なんと3つ目があるわけなんですね。はい、ですね、こちら、ワンランクアップ、ワンランク上のおっさんになれるという少し男らしい商品となっております。さっきのと違っていろいろな色の石が使われてるんですね。そうですね。でこのワンランク上のおっさんを目指す方に関しては必ずつけておいた方がいいかなと思いまして、ごめんなさいね、グダグダで。いやいや、言いたいことはわかるでしょ。わかるんです。はい、ワンランク上のおっさんになりたいですか？なりたいです。一応これが即効性がありますんで、一度つけていただいて、はい、はい、ワンランク上になれる。あ、そうですね、なんか全然違いますね。見る見るうちに力が湧いてくるようです。そうなんですよ、即効性が効くんですよ。ワンランク上に上がれたような気がします。ということでどうぞ、あちらのカメラに向かってタイトルコールを言えばよろしいですか？そうなんですよ、よく分かっていただきました。カメラ、ワンランク上なんで察することも早いんですね。よかったです、嬉しいです、ありがとうございました。それではタイトルコールをいきたいと思います。よろしくお願いします。3、2、1、どうぞ。ワンランク上のおっさんはブレスレットで変わる。ご覧の通り、このブレスレットをつけただけで一皮すぐにむけます。ワンランク上になりたいような気がします。でしょ、今回の商品こちら3点なんですよ。はい、とても豪華な商品ですね。でもお高いんじゃないですか？一応、こちら、まあ、一つでですね、15万となっております。やっぱり天然石由来、そしてパワースポットなだけあって、はい、高いんですね。ですが、今回特別に、大出血整理祭りということで、こちらの商品15万円のところ50円でご提供させていただきたいと思います。それは大整理祭りですね、子供もバンバンできると思います。ありがとうございます。もう出血大サービスもね、3ヶ月分ぐらいの血は出ますけども。足りないタンポン。
いっぱい詰めてお願いしますね。はい、ということで、こちらの商品、3つ、まあ、画像で並べましょうかね。こちらの商品ですね、ご購入希望者の方頑張って1個目をゲットしてください。1個目をゲットしてください。はい、1個目に1個目って書いてしまった方、もう購入決定なんで、必ずDM とかでね何かしらやり取りがあると思うんですけど、それと一応3点しかないんで、もう一人の方ですね、コメント欄で一番評価が高かったコメント、一番いいねが多かったコメントですね、こう評価順であって一番上に上がってきた方のコメントが当選者です。うん、最高のコメントを残してください。ごめんなさいね、いらなかったら。それと、もう一つですね、一番焙煎愛を感じるコメントですね。愛があるコメントが欲しいというわけですね。そうですね、愛に飢えておりますので、愛のあるコメントをお待ちしております。はい、なんで、この3人の方ですね、1個目一番評価の高いコメント、一番パイセン愛を感じるコメントの方に、当選というよりかはね、ご購入いただきたいと思います。そして、プレゼントじゃなしにこのブレスレットのね、お支払い方法なんですけれども、簡単です。コンビニ、近くのコンビニの募金箱に50円入れてください。それの動画を僕に送っていただけるだけで、はい、もうお支払い完了でございます。僕からお家の方にね、必ずこのブレスレット届けますんで、これ本当に僕の作った手作りのブレスレットの動画なんですよ。お、来ましたね。手作りのハンドサインを今作ってみました。ありがとうございます。手作り、これは本当にパイセンの手作りです。はい、これの真っ黒バージョンを僕は刑務所に行く前にもらいました。あげましたね。未だに家にちゃんと置いてます。ありがとうございます。すいません。ということで、こうね、和樹麦茶さんも持ってる、愛用してます。はい、愛用していただいているブレスレット、今回、視聴者様に、ご購入勝手にさせていただきますんで、させていただきますっていう日本語合ってますか？合ってます。よかったです。っていうわけで焙煎ショッピングでした。最後に一ついいですか？何個でも言ってください。ブレスレットどっちにあると思いますか？こっち。おお、正解はこっちにもないんですよ。とんだ茶番でした。ありがとう。パイセンチャンネルでした。パイセン。チャス。